どうもおべんちゃらです。よろしくお願いします。僕が現役ホストの柳町です。僕が東京大学卒の山口です。と言ってもやっぱりただ東大卒って言うだけじゃ、皆さん信じてもらえないんじゃないかと思うんで、それはそうだ。今日は世の中の豆知識を僕が披露していきたいなと思います。うん、お,お願いします。 まずあの有名な奈良の大仏はい、はい、今でこそあの金属むき出しの感じですけど、うん、昔は金とか赤とかド派手な原色が塗られていたんではないかと言われているわけですよ。俺の経験ではね原色ギラギラの服装とか化粧をする女の子っていうのは自分を見てほしくてすぐ誘いに乗ってきちゃう地方出身者タイプが多いんだよね。うん、何それ 気にしないでどうぞどうぞいいのね続けてもちろんですじゃああの万有引力を発見したニュートンですけど有名なあのリンゴが木から落ちて万有引力を発見したっていうあのリンゴはい、はい、実はあれは味は相当まずいそうですえっ、ー、そうなんですかそうなんですリンゴをね好きっていう女は自分のことを可愛いって言ってほしいのにぶりっ子ができない長女に多いんだよね何その補足情報あ気になった いやなんかそっちの方が面白そうなんですけどいや全然東大の方がすごいですってなんでそんなの分かっててホストで売れてねえんだよということでねおべんちゃら2人の今後の目標は歌舞伎町でてっぺんとるぞいや芸人は以上おべんちゃらでしたありがとうございました